江ノ島道。江ノ島道は、旧富士山宿から流行を経て、江ノ島に至る旧道。また、鎌倉街道を小袋屋から分岐し、流行を経て、江ノ島に至る旧道も、江ノ島道と呼ばれた。いずれの旧道も、江ノ島へ向かう、遊山客や地域住民の生活路として賑わい、多くの自社、旧家が立ち並んでいたが、明治時代以降になると、鉄道、振動の開通によって廃れていった。 現在では、要所要所に残されている道標などが、王子の姿を忍ばせている。この道標には、江ノ島と深い縁を持つ杉山県業が建てたものが、多い。この江ノ島道は、旧藤沢塾、現在の正常、三寺、通称、湯行寺周辺から江ノ島までの約一里を結ぶ、旧道で、流行までは、現在の国道467号とほぼ、並行している。 生城、三寺門前の遊行寺橋はかつて、大霧橋という名で、旧東海道が境川を渡る橋であった。明治初期まではこの橋のたもとに大きな鳥居が建っており、多くの浮世絵に描かれている。この鳥居は江島神社の一の鳥居と称され、江ノ島道の入り口にあたっていた。鳥居の脇には、道標が建っていたという。現在生城港、寺内新徳寺の庭内に、 江ノ島弁祭典道標がある。鳥居は関東大震災後の道路の拡幅工事等で撤去され、1881年、明治14年に建てられた三代目の鳥居の墓前市は、成城工事の宝物館の前保存されている。ここから南下する国道467号は、湯行通りと呼ばれており、途中から藤沢駅方面に分岐する。この分岐点には、 杉山県業が建てた道標が残っている。国道と分かれた、湯行通りは、神奈川県道306号、藤沢停車場線と名を変え、藤沢駅北口に達する、ここから左折して進んだところに、藤沢市役所新館があり、その脇に、杉山県業が建てた道標2機が並んでいる。これらは、国道467号の東側にある、本館前提から、 近年移されたもので、もともとは、藤沢区近くと、辻堂から移設されたものである。これ以外に、樹勢エシ島ペン、当初流行と刻まれた、平等各中型道標も並んでいる。藤沢駅、北口広場からは、東海道本線の下を歩行者用の地下道で、抜けることができる。地下道を出たところが、南口広場で、正面に、江ノ島電鉄線藤沢駅と、 小田急百貨店藤沢店が入る江ノ電ビルが建ってる。そのビルの東側から釘沼石上地区を南下するファミリー通り商店街がかつての江ノ島道である。1トル弱で緩やかな下り坂になり、下り切ったあたりがかつて石上の私があった場所ある。境川はここから江ノ島電鉄線のあたりまで極流していた。そのまま進むと道は東にカーブし、 国道467号と交差して、上山本橋で境川を渡る。橋の先には、峰部屋三つみの工場があり、道は南にカーブする。工場入り口を過ぎたフェンス沿いに七7 3 0年、京法15年混流の鎌倉堂々表を兼ねた、行進島がある。ここを進むと川沿いの道になり、荒屋敷橋の田元で川から離れて緩るやかなり坂になる。 坂を登り切ってしばらく進むと左側に藤沢市立片瀬小学校がある。片瀬小学校の難問脇に杉山県業が建てた道標がある。左奥に泉倉寺があり、その先で三寺となるが、左が江ノ島道である。緩やかなカーブを繰り返す道を、道なりに進むと、左奥に密蔵寺がある。山と前に不法大指導と刻まれた道標があり。 別の面には、高江島道と刻まれている。これは、杉山県行の道標ではない。密造寺の先で三左字となり、右面に、左江の島安弁と刻まれた、後進島と並んで、杉山県行が建てた道標が見られる。左が江の島道である。道は緩やかに右にカーブし、しばらくはほぼ直進する。次に緩やかに左カーブする右側に、 片瀬市民センターがあり、その前にも杉山県業が建てた道標が立っている。藤沢市には2基が記録されている。その先左手に西行の戻り松があり、その脇にも杉山県業が建てた道標が見られる。この道標には西行の戻り松と裏面に刻まれており、わざわざその裏面が見えるように設置されている。さらに、道なりに進むと、 上方に湘南モノレールの湘南江の島駅が見えて来る。その手前の三サ寺には石像道標があり、右面に十ュ右江島編、左面に左流行ペンの文字が深く彫られている。右手すぐの駅前の交差点で国道467号を渡ると、間もなく江ノ島電鉄の踏切になる。左手が江ノ島駅である。ここから先は周備通りと呼び、 両側に、土産物店、飲食店、旅館などが並ぶ観光地らしい通りとなる。周備通りの、道沿い右手にも、最後の杉山県業が建てた道標がある。これはここから百七十メートルほど先の地中に、埋まっていたものが工事の際に掘り出されたもので、頭部が一部欠落している。周備通りを抜けると右に、小田急江ノ島線の片瀬江ノ島駅に渡る、弁天橋あり。 直進すると国道134号の交差点になる。歩行者は地下道を利用する。抜けるとそのまま江ノ島に渡る江ノ島弁天橋に達する。なお、1902年に藤沢、片瀬間が開通した江ノ島電気鉄道は計画段階ではこの江ノ島道を路面電車として付設される予定だった。ところが当時300人はいたという人力車夫の猛反対により、 原行路線に変更されたという。このことは、久げ沼海岸別装置の発展と、片瀬地区の衰退をもたらした。また、久げ沼の地主、高瀬愛知は、江ノ島水道株式会社を設立し、自邸内の井戸水を、江ノ島道の地下に埋設した水道館によって、1926年12月14日、江ノ島まで送水することに成功した。この江ノ島道は、小袋や村、 現在の鎌倉市、小袋屋、水関橋、現在の神奈川県道302号、小袋屋藤沢線上で、鎌倉街道、旧道から分岐し、山沿いの道を深沢を経由して、昭蓮寺のあたりに抜け、津村、腰越,越村、流行を経て、江ノ島に至る旧道である。津村、腰越,越のあたりは、現在の神奈川県道304号。 腰越大船線とほぼ並行していたことが分かっているが、深沢周辺は、東日本旅客鉄道大船工場を、はじめ数々の工場の進出により道が寸断され、急道の位置について、正確には分からなくなってしまっている。なお、昇連寺付近にある八坂の霧通し、現在は崩落の危険があるため通行はできないは、近世紀の姿をそのまま残しており、 1998年、平成10年には、鎌倉市の鎌倉景観百選にも選ばれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。